30歳で貯金2000万ほど貯まりました。現在はアメリカのファンドに9割ぐらい預けて生活コストを低くすることを意識しているんですが、この生活を続けているからか何にお金を使うときもケチくさくなってしまっているように気がします。早いところ身も固めたようですが感じません。このまま続けていると使わないものいつか死んでしまうのであると不安になります。こんなもんでしょうか。はい、そんなもんです。あなたの問題は生活コストが低いということに対してケチくさいというストレスになっているのが問題なんですよね。僕多分世の中のケチくさいコンテストやったら結構上位に入る自信あるんですけど、ただお金を使わないことに僕快楽を感じるんですよね。なんかなんか今日も安上がりな買い物ができた、よかった、安く済んだとか、今回のビールも半額以下で買えてるので、で、まあ、イタリアのなんかこのジュシェサっていうビール割と僕麦の味がして美味しくて好きなんですけど、で、これ多分ちゃんと買ったらそれなりの値段したんですけど、まあ半額ぐらい、多分1本100円ぐらい、48本で、多分4000円とか5000円とかそんな感じで買ったので、多分1本100円換算ぐらいなんですよね。なので、多分すげえ安く飲めたので、結果としてお得っていうので、僕的にはすごい幸せなんですけど、そもそも酒を買うな。はい、すいません。僕、アルコールを飲まないと、カメラに向かって部屋で一人で喋り続けるってできないんですよ。なので、生配信的なことをやろうとするときに、一人でやるときはお酒が必須なんですけど、そのコストが100円で済むって、で、しかも美味しいって、すげえお得じゃないですか。っていうので僕的にはすごい満足した生活をしております。